吸血鬼に遭遇したら、自分の知らない世界の異世界と現実世界が交差することがあります。都市伝説と安易に片付けていたら、異世界に取り込まれることがあります。ただ不思議な体験をしたで終わればいいのですが、身の危険を感じる時があります。そのために異世界に迷い込んでしまったら、いくつか対策を知っているのと知らないのとでは、架空の世界やファンタジーの世界の出来事にできるかできないかの分かれ道になります。例えば吸血鬼に出会った時です。耐吸血鬼アイテムを用意しておくと、いざという時に役に立ちます。例えば吸血鬼ハクロスや聖水、ガーリックなどに弱いとされています。伝説の中に真実が隠れています。旅行するときは、カバンに忍ばせておきましょう。また吸血鬼は夜行性の生き物なので、極力日中に行動することで、吸血鬼との遭遇を避けることができます。もし吸血鬼と遭遇したら、興味本位で近づかず、直ちにその場を離れることです。ただし、吸血鬼は素早いので、逃げることができるかどうかは状況によって異なります。逃げることができないときは、真剣に対峙して勝利するしかないです。仮に聖水がなくても、もともと水には浄化力があります。私たちは防衛本能として、いつもやっていることです。手を洗ったり洗顔したりすることには意義があります。昼間の時間なら部屋から飛び出して、太陽の下に身を置きます。また暗い森なら早く抜け出しましょう。水や日光の他に、吸血鬼を弱体化する方法があります。それは祈りや呪文です。古代エジプトから使われている呪文に油か、ラブラがあります。いざという時に出てこないかもしれません。言いにくい言葉なのでメモしておくといいでしょう。またシンクアバウトさんは、太陽光を思い浮かべることで、吸血鬼を弱体化させることができます。以上、これらの祈りや呪文が本当に吸血鬼を弱体化させるかどうかは、現実に使ってみないとわかりません。その前に、まずいたずらに吸血鬼に恐怖心を持たないことが大切です。人の心の弱いところを吸血鬼は攻めてきます。吸血鬼は幻を見せて、優位に立とうとします。狡猾に立ち回るのが吸血鬼です。